入部したいんですけど。目標、少しだけ強くなれた。目を閉じるとさ、今も大切な思い出が溢れてくる。無数の選択をして生きている。選ばなかったもう一つの世界を人は。戻ったぜ、ついに世界は再び俺のものだ。ふん、任せておけ。いつだって一度は道に迷わなければ自分の答えにたどり着けない。こんなに広い敷地ならキャンプ場にでもすればいいじゃん。キャンプ？キャンプ？入ってくる。クラスメートの中に私がいることに気づいて。そうでもないのか。レッツゴーって思った。今日から私たちの共同戦線が始まる。このトンネルに私たちの。そういうものをまた見つけたくてずっと探してて、アリサと出会って。